無料のイベントの累計報酬、取ったね、はい、夏のオリンピックの大丈夫、はい、累計で限界突破を毎月のやつと全部、うん、吉野さんに当てて5ヶ月分を全て吉野さんに継ぎ込んだわけだ。そうですよ。何がよしよしよし。ティモンディのベースボール TV。 ティモンディのベースボール TV。 今回はですね、プロシーの方をやっていきたいと思います。ちょっと久しぶりですね、これね。そうですね、僕は2021年にOB が出たじゃん、ガチャ。ダルビッシュさんと。ああ、あったね、うん。あそこで15万以上溶かしまして。カブレラさんとかね、取ってなんとか。はい、あの、バースさんとか。バース、カブレラも取り。野村さんとか、うん。野村さん取りたかったんだけどね、さすがに出てこなかった。ただ、たくさんこう、こまめにやる暇がなくて、うん、レベルが低いのよね。ああ、そうね。やり込まないとレベルは上がんない。そうなの、うん。カブレラレベル1とか見てらんないじゃない、あんなの。今回はちょっと高岸こまめにやってますから、はい、やってます。その高岸のスタメンと、うん、実際にこう対戦するっていうのを今回企画でやるみたいな。なるほど。前見た時より多分ガラッとね変わってる可能性もありますし。そうですね、まあ、高岸はまあ相変わらず、はい、まあ、課金はしないように、ね、無課金でですね、はい、無課金でどこまでいけてるのかっていうのを、高岸どんなのかちょっと一回見てみましょう。はい、はい、こちらですね。大きく変わったところで言うと、どこだろうな。1年前にもいらっしゃったのは坂本さん、山田選手、金本さん、金本選手、まあ、宮戸西川春樹さん、ね、あ、そうね。でジャパンが増えましたね、やっぱ。そうなんですよ、夏のね、うん、オリンピックの結構あの無料で弾けるみたいなあったね。その中で、うん、はい、セカンドはジャパンじゃない時の山田哲、うん、そうですね。山田選手も最初前回持ってたのとは一期上の3700の2021年シリーズ、はい、継承して3700の山田選手には継承してますね。でそして、はい、まあ特筆すべきは、うん、ライトの高橋由伸選手、はい、そうですね、由伸さん、これも、30連で確定のやつかな。ああ出てた。で、はい、これは、これすごい、これは引きいいですね。ちなみに、前回その YouTube で、はい、まあ、ね、撮らせてもらった時のオーダーをしっくりとさらっていくと、うん、キャッチャーはね、まず里崎さんです。そうか、そうだ、いらっしゃったな。それが今、古田さん。本当はもう、本当に最近まで甲斐選手だったんですよ。でも、スピリッツ変わった後の古田選手が田中投手。あーね、うん、マー君セレクション、マー君セレクションの OB か、うん、俺めちゃくちゃ強いよね。はい、あの唯一の補修適性が S になる、まあ、今まだ A なんですけど S になる可能性があって育てたらね、S の94で、サードが、はい、当時はねソフトバンクの松田選手でした。あー、うん、いい選手。今は掛布選手やってますね。いいですね。これは吉野部選手の時と同じシリーズで、これはあの無料のイベントの累計報酬。おー、ね、取ったね。はい、でショートは坂本選手、はい、まあ、これは夏 の、 あのオリンピックのバージョンアップ、はい、累計で。で、ファーストがね、当時の中田選手です。ほー、中田翔さん。今回のはオリンピックの村上選手になってますね。A の村上選手をたくさん持ってたからだろうね、うん、すぐ極みになれてる。そうそうそしてレフトが亀井選手です、当時。はあ、すごい、なんか金本選手のこれはスピリッツ限界を上げたやつだね。なんかスピリッツが200以上差が出ると1個100、他の選手たちを生贄に捧げてあげれるんですよ。でセンターが今ベンチにいる西川選手が当時センターに君臨したんです。スピリッツ的にはベスト9が出ましたかっていうね、はい、まあ、まだレベルが67なんですけど、タイトルホルダーの大島選手、唯一の3900の選手なんで、うん、そうか、はい、
スピリッツでかいからね、うん、ライトが鈴木誠也選手でしたね。おお、うん、で吉野選手ですね。いいですね、僕ら世代ですから、はい、うん、極みが持ってったんだ。これは限界突破を毎月のやつと全部吉野さんに当てて、うん、あれだいぶ苦労するじゃない。そう、毎月1回あのスピメダル貯めて、そうそう、それを6万かな、うん、これだから5ヶ月分を全て吉野さんにつぎ込んだわけだし。そうですよ。そう、で DH に今レフトにいる金本さんがいました、前回は。あ、DH、うん、はい、なるほど。あ、田村選手打ちやすいよね。そうなんですよ、ね、結構パワーヒッターだけどアーティストぐらいのなんか打ちやすさの上がり方があって、そうね、うん。ベンチは 何要因というかどういう戦い方ですか。これは、左の代打がもうつい最近のトップ、はい、松中選手、これは30連スカウトで取りました。で右の代打が外選手、これはファン投票で選ばれた24選手のやつかな、はい。で大島選手が出るまでは楊大観選手がセンター、これ3700の時の楊選手だから、うんうん、はい、今のところは大島選手の時に代打を出して、守備固めで楊選手をセンターに置く、はい、で、もう延長戦とかにもつれ込んだ時に、足欲しいって時は足の速い西川選手を置く、ぶっちぎり速いからね、走力が、はい、スピードが欲しい時に西川選手を置きますね。投手の方、投手は田中投手とかいましたかね。田中投手がいて、うん、前回の有原選手がいました、ね、ああ、これはダルビッシュセレクションの斉藤和美投手、これ2球種のフォークがあってほぼ回転が一緒なんで、結構上級者でも多分打ち取れるっていう。で奥川選手が、はい、意外とこの縦スライダーの曲がり幅が結構慣れてない方多くて、結構フライに取れるっていう、緩く回転と変化量がちょっと合ってない感じがするんですね。中川投手がずっと一緒じゃないかな、中川、うん、もう1年ぐらい。高岸に似てるってみんな言ってるよって言ったらよく言われますって言って、ああやっぱりご本人も、はあ、言われるんだやっぱ。どっかでねちょっとお会いしたいですね。そうそう、お会いしてみます。でこのマー君セレクションの大魔神、これみんな欲しかっただろうな、うん、この時は。この佐々木投手のフォークも斉藤和美投手と同様同じ方向に回転もほぼ変わらない、で曲がり幅が違うっていう、フォークだけで抑える。そうね、でまたフォークも落としどころによっては全然また幅り幅がね違うからね。あ、前回は 77,949 です。おお、1万ぐらい、1万ぐらい上がってる。まあでもこれはひとえにもうひたすらイベントを回りまくってる。そうね、スタミナが回復すればもずっとして楽屋戻ってやり、ロケ中も楽屋戻ってやりの浜も500日ですね、今日でちょうど。対戦したことある？確かスライダーが特徴あったような記憶がありますけど。さすがプロスピ芸人網羅してますね。何がよしよしよし。ぜひ高評価とチャンネル登録などよろしくお願いします。みんなならやればできる。